お願いいたします。今日は仏像はどこで生まれたかについて、ご紹介してみたいと思います。仏教はそもそも仏像を作ってはいけないという、まあ、初期の頃ブッダが涅槃に入られて、それから2世紀の中頃までですね、仏像はありませんでした。尊い、お方の像を作るのは失礼だと、まあ、そのような不文律があったんですね。まあ、他の宗教にもそういう像を作ることを禁止する宗教は他にもたくさんございます。仏教も同じようであったようです。でそれがまあご存知のように、ギリシャ文化の影響でインドの西の方で仏像ができていったということは私ども歴史の教科書で学んできました。2世紀の中頃ですね、クシャン朝、まあ、イラン系の民族ですけども、クシャーナ朝とも申します。今のパキスタンあたりですけども、そこにカニシカ王という人が出ました。まあ、在位はいろいろ説がありますけれども、2世紀の初めから2世紀の中頃ぐらいということです。である時ですね、このカニシカ王がインドと戦争をしたんですね。その戦争をするのに、まあ、当時は軍像と言いまして、その兵隊さんと一緒に象を使うわけです。それも大体象の、訓練と数で戦争は勝敗が決まると、まあ、当時言われてて、まあ、カニシカ王が圧倒的多数の軍像を持っていたんですね。でそれで、まあ、インド側は、これはかなわないということで、白旗を上げます。そうするとその賠償金を要求するわけですが、それが、まあ、払えないということで、負けてくれということになったわけ。それでカニシカ王は負けてやるから人材をよこせと、お坊さんをくれと。それでインドからこのクシャーナ朝にカニシカ王のもとに送られたのがアシュバ公社というお坊さんです。大乗系の坊さん、あるいは説一切無という宗派がございますが、そこのお坊さんだっただろう。これはですね、私ども禅宗におきましては、お釈迦様から11代目12代目くらい の、 まあ伝法の祖師ですよ。漢訳経典では馬と泣くと書いて目妙、目妙尊者で知られております。当時大乗仏教が起きつつある時でしたので、まあ、大変な時代だっただろうと思われますが、このお坊さんがこのクシャナ朝のカニシカ王にもらわれていって、そこで大活躍をするんですね。大活躍をするんです。もう書かれている、まあ、経典といいますか論文といいますか、それもいくつか漢訳に なって、まあ、日本にも知られておりますし、それから、まあ、文学者でありまして、その文化的なそういう戯曲を書いたりですね、そうやって人を説得するということが、まあ、大変に能力のあった方です。でそれで、仏教とか爆発的にインドの西の方で増えることになります。ペシャワールの北の方にラニガトという現在遺跡がございますが、そこにはもう仏塔がたくさん発掘されております。日本からも、京都大学その他発掘調査に行った論文が
ターネットでもこう公表されております。そのどういうふうに、その足場業者は説得したかということですが、当時はですね、亡くなったら埋葬するときに口に金貨を挟んだんですね。大変、シルクロードの、中継基地でもありまして、そのまたギリシャからいろんな文化的なもの、それから金貨などの鋳造技術も入ってくるわけですよ。でそれを亡くなった人の口に含ませて埋葬するという、それで遺跡からで金貨が出てきてるわけですけども、そういうことしても何にもならないと、足場業者は説得するわけですね。この世の宝を、死んで持っていけないと、この世の財は生きてるうちに、人のために使いなさいということです、伏せということですね、お返しができない人に、協力しなさいということです、それで金貨を遺体に含ませるという習慣はだんだんなくなりまして、それでその費用で、仏塔、ストーパー、お寺、そういう遺跡がたくさん発掘されているわけです。この足場業者はですね、実はですね、禅宗からするともう大変大事な人でありまして、私どもは毎朝帝大伝法仏祖の名号というのを読んでまいりますんですけども、お釈迦様から11代12代目にこの目妙尊者が出てくるわけですね。こういう人が今のパキスタン、それからインドの西の方で大活躍をして、そのおかげでですね、大乗仏典がまたたくさんここで編纂されて、いきます。この結集といいますか、仏典編纂会議ですね、蟹鹿王も第4回目の仏典編纂会議結集はやったというふうに、伝えられております。でご存じの通り、ギリシャのアレクサンダー大王が攻めてきて、そしてそういう芸術家を残していった、残して帰った。それでそういう人たちが最初はこの神様の像だとか王様の像を石に彫ってた。でそれが仏教が大人気になるのですから、それじゃ ブッダの像も作ってみようということになったわけですね。それでできたのはですね、なんとギリシャ風のマントを着たブッダで、これはよく歴史教科書にも載っておりますので、ここではご紹介しませんが、もう見たら皆さんよく教科書で見た、あるいは図録で見たというブッダの姿、あれはギリシャ風のマントですよ。インド風のサリーのような斜めの袈裟掛けのローブではありません。でそれがですね、また大変これ人気になりましてね、なんと4世紀の中頃ですから、それから200年ぐらい経ってインド中でこのブッダが彫られるようになります。で、ご存知ブッダ その最初の説法だとか、あるいはブッダガヤでの菩提樹の下での座禅の姿だとか、そういうレリーフが彫られていって、そしてそれがだんだん立派な仏像にこうなっていくということです。今日は仏像はどこでできたか、その経緯についてご紹介申し上げました。